はい、えー、皆様、こんばんは。今、僕の部屋ではですね、時計がカチコチ聞こえる音がもしかしたら聞こえるかもしれませんが、えー、これは僕のうちにですね、時計がたくさん、えー、集まってきているということになります。今度、僕のお家のね、えー、紹介とかもするかもしれませんけどもね、かちこチかチこチ,チうるさいですけども、そこをちょっと一つお許ししきながら、えー、お話ししていきます。弥生さんんいいつもありがとととうございますこんにちは、えー、残念だったかか失速とか一生懸命頑張った 選手に失礼だと思います、まあ、本当にですね、あのーまあ、今回3位に、えー、羽生選手はなってしまったりとか、まあ、順位だけ見てですねあもう終わりだとか言っている人も中には見受けられるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、それっていわゆるこうなんかその芸能人とかでもそうなんですけど、まあ、ダメになっちゃう人に対してです、ね、人あダメになっちゃうというかすごい活躍してる人がです、ねまあ、ちょっとでもなんかこうダメになったりするとすぐにこう全部ダメだっていう風にすべてを否定するんですけどあれ って嫉妬ですからね <laughs> 本当に、うん、あれってなんか何かあった時に「わあ日あった失敗した」みたいな感じでマスコミもこう取り上げるっていうそういった風習っていうのはこれ実はね弥生さんも気づかれてるんですけど選手に申し訳ないと言わせる日本のフィギュア界はまだまだなんですよね。うんはいちょっと待ってくださいね。 はいえこのようにですね時々金がなるわけですねはいなのでまああのそういったところがねやっぱりまあ、世界中からで特にフランスとか、ね、欧州とかにはですねまあちょっとまだまだかなと思われてもしかないところもあるかなとは思いますね。 はいえー、そしてレモンみかんさんんんいいつもありがとうございます、えー、こんばんは先ほどやっとエキシビションの羽生選手の花は咲くを、えー、のみ、えー、見ることができました泣きましたともう感動的でしたねのびのびと滑ってた羽生選手あのオレンジ色と白の衣装ですね、えー、お花を手のね、えー、とこに落とすシーンとかもね僕最近あれはまってるんであのもしかしたらねマスターズでやろうかななんて思ってはいませんけれども <laughs>、えー、東日本大震災 10年貧困も含めてですね、ウイルスで亡くなった世界中のたくさんの方々への鎮魂そして大事な人を失ってしまった今生きている人たちへの癒しでもあったと思います。まあ、羽生選手の本当の心ですね、まあ、それが世界中に届いたんじゃないかなと思いますね。えー、最後の手のひらの花が、えー、素敵でしたと、もうまさにここはマーカーですね。はい、マーカーカを引きますねはい、うん え続きましてあのレモンみかんさんですね。 えー、いつも思っているのですが、ジュニア、シニアだけではなく、えー、その上を作ればいいのにということですね、えー。そうすれば30代も選手として活躍できるのにというふうに、えー、いただいています。あの今、ですねやっぱり、まあ、あの10代の選手が非常に活躍していますね。特に女子の選手たちというのは、ですね、まあ、特にロシアの場合は、まあ、10代中盤で、ね、終わっちゃうと、10代中盤で、15歳、16歳でもう選手として活躍できなくなっちゃうと。 というね。 まあそういった時代になってきているということで、ですねまあ、20代っていうのはもうね年寄りみたいな感じになってますよね、フィギュアスケとかでいうと。なんで、まあ、それがね、まあ、ちょっとまああのおっしゃる通り、引退が他のスポーツと比べても早すぎるっていうところがあると思うんですよね。まあ、ペアとかアイスタンスはもうちょっと、えー、まあ伸びる感じはあるんですけれども、シリア、あシングルですね、シングルはやはりこうジャンプなんですよね。で、あのタラソワ、タチアナ・タラソワさんが言ってたことを少し僕、思い 出したんですけどあのジャンプって天才なんですよ、うん、あのジャンプは才能スケンディングやスピンは練習っていう風に言ってるんですねなので まあのジャンプはまあ結構、要は若いうちにできたとしても結構、才能はそこまでこう継続できるものではないんですよね。なんで、どんなにこう才能があったある人でもですねやっぱ20代中盤から後半以降はやっぱりできなくなってくると、で現,で現在のフィギュアスケートはやはりジャンプが一番ね、えー、ウエイトを占めていますから、ジャンプができなくなっちゃうと、必然的にもうあの継続することができないんですよね。なので え <music> えまあ、ジャンプの得点が今すごい高い今の時代ではですねジャンプができなくなっちゃうイコール引退ということなんですよねだから厳しいなと思いますね、はいえー、一応ね30代以上というわけじゃないんですけども大人スケーターにはですねマスターズっていう試合があります、えー、僕も参加したことがあるんですねで伊藤美里さんも、えー、海外のマスターズドイツで行われる大会に参加されてます、えー、僕ももしかしたらこのドイツの大会に参加したいなとちょっと思 持ってるので、えー、羽生選手があのお花を手に落としたシーンをやろうと思ってます。はい、そういう冗談はそうなんですけどもね。はい、えー。続きまして、ゆんままさん、いつもありがとうございます。えー、こんばんは全速放送の原因は。 姉さんへのプレッシャーより出発直前の、えー、地震とコロナへのプレッシャーではというところですね、まあ、いろんなねあの、考えっていうのはあると思うんですけども僕もこれ、かなり要因があったと思いますね。まあ、やはりストレスもありますし、まあ、それから過密スケジュールっていうところですよね。あの地震があって遅れてしまって早くしないといけない。まあ、そして飛行機っていうのは気圧の変動っていうのがありますので、まあ、そういったところでぜん発作ってやっぱ起きやすいですね。まあ、僕はぜ速はそんなにひどくないんですけども、 まあ鼻炎とですね、まあ、アレルギーなんで結構その苦しくはなることあるんですね。うん、まあ羽生選手ほどではないんですけれども、まあ、ですから、やっぱりそういった意味ではまあ飛行機とか、まあ、それから時差ですね。時差うん まあこの時差っていうことに関しても、あのじゃあ、ネイサンてェンだと同じじゃんっていう人もいるんですが、まあ、僕はねちょっと違うかなと思ってて、まあ、やはり羽生選手は、まああのー、まあ、この時差っていうところも考えて、えー、そうですね、まあ全速を持っていますので、時差っていうのは結構大きいと思うんですよ、うん。あのそれから気象環境とかも違いますね。井戸もかなりあの北極に近づきますはいで えとほあのー、スウェーデンになりますとかなり北緯が低くなりますので北緯が大きくなるのかな、えーとまあ、北極寄りになっちゃうのでスウェーデンの場合はなのでそういった緯度、まあ、がこう高くなるっていうところでですねまあそういったところも関係してるんじゃないかなとは思いますね。ね、はい なので、まあ、羽生選手のようにまあ繊細ですからねで、繊細だからこそ繊細な演技ができるっていう風に前も言ったんですけれども、まあ、やっぱ羽生選手はそういった、ねえー、心が非常に繊細だからこそ、えーまあ、あ,ああいう美しい、えー、皆さんの心に残るような演技ができるっていうね、えーまあ、モロハの剣なんですよね、もうあの繊細っていうのはね、はいうんえー、大きな地震を一度でも経験すると、少しの理でもビクビクしちゃうんです。えーそれにしても ここののの皆様のコメントももも解説ととても勉強になりりまますすしありがとうございます、えー、僕もですね、皆様から結構コメントをいただいたりとかしてですね、のそのコメントを読んでいくどんどん知識とかね、あと、いろんな、え、そういう考えもあるのっていうね、なんか、いろんな考えがあって面白いなっていう風にも思ってるんですね。ぜひね、コメントをしていただけると、皆さんがね、学べるんじゃないかと思いますね。はい。もう論文書けますね <laughs>。論文とか書いて考察とかできちゃうんじゃないかって いうぐらいになってますので、ぜひね、えー、コメントをしていただけると嬉しく思います。いろいろ発見があって、いつも本当に楽しみ、見させていただいてます。これからもね、えーまあ、あの気軽にね、コメントをしながら、えーまあ、見ていただけると嬉しく思いますね。はいえー、そして、えー、823GTH さん、えー、こんばんは。 株さん自分の鋭いかな、すみません、ちょっと読めないんですけども、あのコメントを取り上げていただきありがとうございます。えー、採点システムは素人には複雑すぎて分かりにくいですが、えー、ルールには複雑すぎて、えー、あ素人には複雑で分かりにくいですが、ルールに沿ってすべ、えー、ての選手に公平にしてほしいですということですね。まあ、今回、どこまでジャッジがですね、まあ、あの例えばまあ変更ジャッジっていうのがあるんですよ。まあ、これはあの皆さん 皆さん大好きな下出ジャッジという方がいます。皆さん大好きな前田テクニカルコントローラーという方のお話もしました。はいえー、なので、あのこのねチャンネルを僕の株君テレビの方で、えー、以前から見ていただいた方は、ですね、まあ、ちょっとね知っている方もいると思うんですが、あのそういったあのいろいろ、ね、こう変更というのがあるわけですよ。まあ、要は偏った、えー、ジャッジのことになるんですね。でまあ,あの後でこう見てみると、まあ、確かにこの人、明らかに。 点ほかのジャッジよりも低いよねっていうところがあるわけですね。まあ、今回で言うと、僕はまだねちゃんとやってないんで、あれなんですが、鍵、まあ、山優真選手のジャッジ1番のショートプログラムですね、のイギリスのジャッジはあの判明してるんですけども、ちょっと変更ジャッジがか間ま見れます。はいまあ、そんな感じでですね、まあ、やっぱりね、あのちょっとえっていうのがまあ明らかにこうあるわけですね。ただやっぱりまあそれも相対ジャッジ、相対的なね流れになりますので、絶対的に不正をしたかどうかっていうのはやむ 包まれますねはい 医師帯同はお金予算の問題ではないと思います。ここですね、はい、僕も、ねあのーまあ、予算がちょっとなかったために日本にお金がなくて医師帯同できないのはそこが原因なんじゃないかなって思ったんですけども、ねはいまあ、スケート連盟は借金してでも国に訴える国を代表する選手の健康を守る義務があるんじゃないでしょうかというふうに、えー、いただいております。 もうあのー、これは、ね、実際にです、ね、やってみると分かるんですけど、あのー、マスクを、ね、できませんマスクをしてやるっていうのは到底考えられないですね。はいであのーまあ、比較することはできないと思います野球とかサッカーや競争水泳とかで他のスキーとかと比べてもですねなんとなく踊りのようなイメージがあるんですけどとにかくですねスケート靴を履くとですね世界が変わります。はい、ももうう全然もう本当にですね ザ・スポーツです、はいえー、僕はですね身にしみてフィギュアスケートを踊りではないあ踊りですけど、あのまあ、見てる側としては非常に踊りでなんかエレガンスな感じがあるんですが、いざやってみると、ザ・スポーツです、はいえー、もうこれはですね、まあ、僕のたか,たかが知れている技術で申し訳ないんですけども、まあ、それでもですねやっぱりねフィギュアスケートはねスポーツかな。うん あのスポーツですね、やっぱり、ね、芸術なところもあるんですけど、とにかくスタミナ、もう疲れます、すっごい疲れるし、えー、それからやっぱジャンプとかやるときって、まあ、踊りとは違うんですよね。なので、あのーまあのまスポーツの感じが大きいかな、見てる側としては、芸術な感じがあるっていうのはあるんですけどもね、うん、だからまあスポーツという局面もあり、芸術な感じはするけど、僕はね、うーんとね、言っちゃうとスポーツ8じゃない、うん、スポーツ8、芸術2かなって僕はね、思いますね。はい あ見てでもね、僕もやっぱりフィギュアスケート始める,始める前とかね、えー、それからフィギュアスケートにあんま興味なかった時はですね、まあ本当にもう逆に2、8で、えー、フィギュアスケートはあの芸術かと思っ,て、ま、思ってましたからね、踊りだとね、踊りとか、えー、それからバレエとかと同じかと思ってました。でもうバレエとかだって、ぶっちゃけとスポーツだと思うんですよね。<laughs> うん、だからう、まあね、どうなんですかね、うん、まあ少なくともフィギュアスケートは、まあ、スポーツかなと。 うん、思います、ねはいうんまあここはね、えーまあ、永久に解決できないテーマではあると思うんですけどもねはい、えー「北京語は」は、えー、技術部門と芸術部門に分けるえー、これ知らなかったですはい。 これはちょっと初耳ですね、北京五輪以降、技術部門と芸術部門に分けると案を決めたことがありますということで、すね。ちょっとここはマーカーですね、はいえー、ISU としては、えー、五輪でメダル獲を増やしたいとの永遠のテーマを両方やりゃ解決と <laughs> えいうことですね。 技術部門、もうちょっともう一回これはあのいいですね。ちょっとここはあのあのテーマとして挙げてもいいと思います、えー。技術部門と芸術部門に分けるという案ですね。うん、これはちょっと面白いですね。 なかなかなんか、だから要はですね、アイスダンスって皆さんありますよね。アイスダンスって、あれって、もちろんリフトとかやりますよ。リフトと,リフトと,とか、それからなんか一緒にこうスピン回ったりって、めちゃくちゃアクロバッティングな動き多いんですけども、フィギュアダンスみたいなね、いいかもしれないですね。これはね、大賛成です、僕も。フィギュアダンスみたいな。そういうなんかアイスダンスチックなのをシングルでやるっていうのは、これかなり面白いですね。うん。これは僕も大賛成ですね。はい。 えー、そして、えー、まあ、と思っているのかなと、えー、羽生君は世界,、えー、世界選手権後のです、ね、取材で五輪で金メダルを取るのが目標ではないと明言しました。いや、これはね、神発言かなと、これは非常に意味,意味が深いですよ。意味深ですよ、これは、はいえー。今は4回転アクセルの習得のみ、フリーに入れたいと。えー、ただ、責任感が強い彼なので、五輪時代はどうなんでしょうか。僕はね あのやっぱりね出ると思う <laughs> 出ると思うやなんだかんだで。 えー、あのー、オリンピックにやっぱ出るかな、やっぱ羽生選手がですね、あのー、年を取ったときに、えー、やっぱ北京オリンピック出,出た方が、出たときにですね、あのー、まあ、年を取ったときに、ああ、あのときオリンピック出てよかったなって思うってことを、今の時点で思ってれば、た、まあ、多分出てくれるんじゃないかと思うんですけどもね、まあ、自分自身がどう思うかということになるかと思いますね。はい えもう勝負に魅力を感じなくなればその可能性もあるのかなということですね。まあ,あのどうなんでしょうかね、まあ、エキシビションに出ていくのかというところかと思うんですけどもね、まあ勝負の世界に魅力があるのかどうかっていうところが一つあるのかとは思いますけどもね。はい。えー、そしてママヒットさん、えー、こんばんは。 ママヒットさんですね、えー。4回転アクセルは姉さんと戦うために成功させたいのではありませんよということですね。はい。えー、まあこれはこだわりですよね。でも僕はまあこだわりかなと思ってるんですけどもこだわりでもあるし、でもぶっちゃけ姉さん選手に姉さんチーン選手にあの勝ちたい。 っていうのも、まあ、でもそうですよね。点数で見ると12.5点ですからね。うん。4回転ルッツ11.5点で、ぶっちゃけ点数変わんないんですよ。ルッツとあのアクセルって。なんで、結構リスクもある割には点数もあんまりもらえないというね。まあ結構ね、うーん、ちょっと、まあ、 あの点数範囲もおかしい感じはあるんですけれどもね。はい。ママヒットさんは4回転アクセルは姉さんと戦うためではなくて、えー、成功させたいわけじゃなくて、子供の頃からの夢を叶えるためっていうところですね。これにつながってくるわけですね。はい。姉さんに対抗するなら、ルッツやっぱそこですよ。そこなんですよね。やっぱり、あのママヒットさんおっしゃって通り、ルッツを安定して入れるように練習する方がリスクが少ないですね。 うん、オリンピック3連覇も期待する人多いけど、本人は3連覇より4回転アクセルを願っていると思います。えー、それだけオリンピック2連覇という結果はやりきったと言える実績でしたし、えー、本人もそう発言しています。あなるほどですね うん、まずは本人の願う4回転アクセルを一生懸命応援し楽しみにして待ちたいと思いますもしかしたらですよそういう、もしかしたら今回の世界選手権ってそういったあの志があったかもですね、うんあのー、4回転アクセルを決めていきたいとで、えー、そういった志っていうのをかなり、ね、強く持ってたかもしれないですね、うんえー、ちょっと待ちください、金が鳴りますね。 はいちょっと金が鳴っちゃってるんで、えー、はいでは続いていきます。はいえー、っと ジャッジには、えー、これだけ何年もオリンピックでさえ、ジャッジ問題が出ているのに、改善しようとしないことこそ、えー、問題だと思う。まあ、ジャッジがね、ついていけてませんから、うん、本当に。ジャッジはね、もうあの、あの複雑で、しかも、の今のね、現行の技をできるジャッジは、一、まあ、人もほぼいませんので、まあ、これをね、えー、ついていけって言われても、なかなか難しいっていうのは理解はできるんですけどもね。 んあのまあ、歴史の、ね、教科書を、ね、めくりまくっているわけですから、まあ、ジャッジもちょっとね、えー、べ勉強することがいっぱいあるかなとは思うんですけどもね、うん、もう羽生選手のこだわりをこれは僕たちが、ね、応援していく形かなとは思いますね。はいえー、そして岡田さん、えー、こんばんは、えー。花は咲く羽生選手らしいですねと言われておりますね。えーとまあ、エキシビションの演技ということなんですけども、本当にまああのちょっと待ちください、ね ちょっとねやっぱりねハトの手うるさいな。<laughs> はとどきいっぱいね、あの家にね、えー、置いたんですけど、ちょっとやっぱりうるさいんで、あとでちょっと違う被害で撮ると思うんですけども、はいえー、花咲く羽生選手らしいですねということで、えーまあ、あのまあ本当にね、えー、仙台という、そういったあの、ね、ところで、まあ、羽生選手、地元の仙台に対しても、えーまあ、感謝の気持ちとかをね、えー、思って演技をされたっていうところが、やっぱり皆さんにこう伝わるんてがあるんですね。はい、なので、まあ、羽生選手らしいですねというところになるのかと思いますね。 心が伝わるとということになりますね、はいえ。続きまして、永井さん、こんばんはな、えー。羽生くんのショートの後のインタビューで、あまりにも呼吸が荒く、いつもと全く違った話し方でしたね。ぜ、え、ん、ー、特有の肩で呼吸をする姿で、えー、体調の悪さがうかがわれましたと。フ、え、リー不意では点差があったのは事実ですが、私は羽生くんの演技が大好きです。 ありがとうとう言いたいたですいやもう僕もね、えー、一番最初の第一印象として演技終わった後に、もう本当にありがとうございますっていう感じでした。もう感動ですね。感動をもらいましたね、うん、でぶっちゃけ僕はですね。 あのまあ喘息があったっいうことは後で知ったんでえ皆さんのえまあコメントとかでねえ知ったのでまあ知らなかったんですけどもねまさか体調が悪かったというところは知らなかったのでちょっとねえあれでしたけどもねはいえまあとはこれからまあ最後まで家に帰るまでが世界選手権になってくるんでまあフライトとかも心配されますが無事ね穏やかにまあ過ごされてまあなるべくねマスコミとかはねインタビューとかは控えてえ穏やかに過ごせるような空間づくりっていうのが一番 大事かなと思いますねやっぱりこうそこが、ね、一番問題だと思うんですよね。はい、えー。そして弥生さん、羽生さんは4回転なくて公式戦で飛ぶまでやめないと思います。えー、てかやめないでほしい、えー。ところで、日本である国別対抗戦はあるのでしょうか ちょっと今ね、これはあると思うんですけれども、ちょっと今、世界選手権の、えー、ことでですね、まあ、まだ頭がい,、ま、いっぱいですので、ちょっと、あの、次回以降ね、えー、そこをちょっと見ていきたいと思います。おそらくあると思いますね。でも、どこであるのかとかについてはあれなんですけど、埼玉スーパーアリーナかなと思うんですけどね。はい。えー、ちょっと、ここは見ていきたいと思います。はい。えー、そして、飯田様、こんばんは。えー、飯田様はですね、こちら、フィギュア,アスケート専門チャンネルに対して、質問というか、コメントを いいただいてます、えー、動画とは関係ないニュースなんですけども、つい日本選手から4回転トーループ出ましたということで、おめでとうございます。パチパチパチということで、はいえー、僕もちょっとね、飯田様のコメント読んで、読んだ後に気づきました。はいえー、東北選手権で12歳の島田真央選手ですね、はい。皆さん、島田真央選手になりますね。えー、見ていただきたいと思います。はい、GOE も2点以上、すごいですね。ついたそうです、えー。日本選手は、えー スケーティングが美しい選手が多い。まさにその通りですね。あ本当にね、あの美しいスケーティングの選手が多いですよね、えー。ジャンプもロシアの真似せずに正確に美しく飛んでほしいです。日本選手が4回転ジャンプを飛んだら、本当に幅とかね、えー、美しく飛べる選手が本当に多いと思うので、やっぱりね、えー、出てきてよかったなと思いますね。ちょっと気になりますね、島田真央さん。はいえー、そして、えー、っと、えー、エテリがあるかなここでいいのかな えエテリガールとも、えー、海外で呼ばれてますが、一度進むために立ち止まることが必要な時もありますということでね、まあ、基礎を、ね、しっかりとこう積みながらやっていくというところかなと思います。島田さんね、えー、気になる方、ぜひ見てみてください。はいえー、続きまして、BNAO ホラークさん、えー、こんばんは。 ジャッジの審美感と好みと感性と主観の審美、主観の美意識の違いによる採点結果の違いを楽しむのも、えー、採点競技の面白さではないでしょうかということですね。まあ、むしろジャッジの判断はどうなるのかということを逆に私たちは楽しむというのも一つのフィギュアスケートの楽しみということかと僕は思いますね。これもまたね、あのジャッジに対していろいろこうね、判定がんとかとかね、不正があったとかっていうのはあるんですけど、逆にね、あ,あのジャッジがなんかああいう判定してるとか、わなんだ え、すごい。で、アルバリーなのとか、逆にそれ楽しんじゃうっていうのも、ポジティブ思考として、これ、ありだなと僕も思いますね。はい。えー、そんな感じになります。えー、皆様のコメントに、すべて返せたかなと思いますね。あの、スケートチャンネルやジャッジブースチャンネルの方で、まだコメント返していない部分ありますので、そちらの方にもですね、目を通してですね、少しずつ返していこうかなと思っています。またですね、一通のあのコメント返したかなと思うので、ボードを使った解説とかね、図解解説も始めていこう かなとは思っております。はい、というわけで、本日はこれで以上です。